スポコラの皆様、今夜でございます。今日なんですけれども、こちらでございます。東京体育館に私来てるんですが、わかります？8月の22日、8月の28日まで東京で初開催でございます、世界バドミントン選手権。今日はね、我々の撮影のね、会社のテオリーさんの近くに東京体育館があるということで、大変申し訳ないんですが、僕のものすごい熱い思いでね、カメラマンの清水さんを朝の8時に東京体育館に集合させて、でもこれ日本のバドミントン界の歴史に新たな1ページが塗られます。世界バドミントン選手権歴史長いんですが、とにかくこの東京で初開催っていうところにものすごい今熱気が、今日初日ですよ、1回戦ですよ、平日ですよ、見てものすごい人来てます。千駄ヶ谷方面からものすごい人も歩いてきてね。で、なんせ僕がこれやりたいっていう理由も、実は今回テレビ朝日さんが番組をやるんですけども、メインキャスターに松岡修造さん、おめでとう僕松岡さんのモノマネしてるから、やっぱこれ行かざるを得ないだろうと、外は私偽物、中は本物いや、勝手な役割分担もおかしいですけど、でも今回ウルトラスポーツでやっぱりそのいろんなスポーツの会場に行ってみたっていうところで、皆さんにその雰囲気をちょっと見てもらいたいなと思って我々来ておりますんで、ちょっとその外側の雰囲気だけでも、まず初日です、初日からその熱気を感じてほしいなと思います。僕のお城見てください、こちらなんですけれども、ヨネックスファンショップ、まあヨネックスさんね、まあ、やっぱりバドミントンで言ったらヨネックスさんでございますけれども、そのヨネックスさんのファンショップがこのようにできててですね、まあ、いろんなグッズを買えると、ね、ちょっとグッズのラインナップこんな風になってるんですよね。いろんな、まあ、シャツもそうですけどもね、あとは、まあ、世界で活躍する選手、ね、そういう方々の、ね、写真とかも入ってきたりして、これファンの皆さんはやっぱりここに来て、だから外からね、会場に入れなくても外でもこうやってその熱気を味わえる、いやちょっとやっぱり東京で初めて開催するっていうのはこういうね、やっぱ楽しみがあるというところで、ぜひこっちもね立ち寄ってもらいたいなと思います。衝撃の事実です。初日まだ開場する前ですよ、ごめんなさい、ボンサック売り切れです、予約の段階でも売り切れです。すごいでしょ、これがバドミントンの、ね、日本のバドミントンの、ね、ファンの厚さですよ、これ感じてほしいね、本当に感じてほしい。外は偽物の松岡修造が担当するから、ね、その厚さ感じてほしいです。すごくない、マジでやばい、やばいでしょ、もうボンサック欲しくても買えないからね清水さんアウトです遅いです、はい、もう山口茜選手の、スマッシュも来ちゃってます、はい、下はねアリーナなんですけど、上はね自由席になってます。あ、見てください、こうやってね、このほらもう旗が今日は風になびいてね、バドミントンは風厳禁ですからね、風あるともうシャトルがもうワンワンってなっちゃうんで。そして今日初日ね、まだ会場前すごいですよ、もうすごい人ずらーっと人、すごくないですか、ものすごい並んでるね、ちょっと舐めてたでしょマジで。僕は知ってんのよ、ヨネックスさんのジャパンオープンで僕は決勝とか見に行ったことあるから、しかも朝の8時ぐらいに僕並んで見に行ったこともあるからね知ってんのよ、コニワは初日1回戦よ、よこの人の並び、これ自由席です、ここは自由席です、2階でこれだけ並んでるえ、皆さんバドミントンやられてんの、バドミントンやってる、誰を応援しに来ました、桃田選手やった、ほら桃田さん桃田さんやってる、桃田さんどこが好きやった、桃田さんどこが好き、顔といいよかっこいいもんね、あと2日だが好きなんです、うわほら分かる、これなのよ、松岡修造よりは今熱いからものすごい彼女いやそれだけやっぱりね、この東京で行われる世界バドミントン選手権のその凄さをみんながやっぱ感じてね、
で去年は東京オリンピックもありました。でさらにはやっぱりそこで今、ね、メダルを取ってもう世界選手権だとか、ね、全英とかでもみんな勝っていく選手いっぱいいるから、日本でもものすごいスター選手いっぱいいる。その中でそのスター選手をやっぱり見に来て、さらに世界で活躍する選手も来てくれるっていうところで、いやー清水さんすみません大変申し訳ないですけど、決勝スケジュール押さえてくださいぜひ皆さん、まあね、この28日まで開催されますので、あの本当に機会がある方、お近くにいらっしゃる方、そしてちょっとフラッとね、あの見に来られる方もうぜひ見に来てほしいなと思います。もう朝からやってますけど、やっぱりこの自分が行ける時間帯で見に来てください。会場内の熱気半端じゃないですよね。いやーいい、できるだからね、みんなも見に来ることができるだからね、ね、松岡さんと一緒でね、できる、まさに最後はね、もうやっぱり日本の、ね、選手の皆さん、これだけの応援してくれてる皆さんいますので、君たちならできる。